割と似合うな。いや、これも有料ダウンロードコンテンツ特典の一つなんですけど、まあクリア後限定で好きな服装の沙織さんを連れ回せるっていう特典があるんですよね。まあ別に連れ回したからってこの状態でしか見れないイベントとかそういうのはないんだけど、残念ながらそういうのもあればよかったんだけどね。まあそういうちょっとしたおまけ要素で、この状さすがにメッセージできないか。ああ、ガールフレンドとのやり取りはできないので帰ろうか、沙織さん。じゃあ今回は松岡さん編だね。松岡七海さん、ストーカーの被害から八神が助けた。まあなんだろうな、ガールフレンド候補の中だと一番正統派美人感がある人じゃなかったっけ。八神さん、助けていただいて本当にありがとうございました。あの状況で私を見つけられるなんて信じられないって警察官も言ってました、というメッセージを1ヶ月放置してるんですけど、お、向こうから来た。八神さん、かっこよかったです。連絡ねえからしびれ切らしてきちゃった。あの後どこか痛んだりしてない？首と縛られてた手首がちょっと、そうだ、なんかね、バンに詰め込まれて誘拐されそうだったところを助けたんだよな。されそうだったっていうか、もう誘拐されてたんだよね。でも重傷じゃないみたいです。ご心配ありがとうございます。お、上がったね。八神さんこそ怪我はなかったですか？完全にかっこいい助け方したからな。俺は大丈夫、慣れてるから。慣れてるから慣れてるからは不審だけどね。割とよかったです。仕事はどうするの？休む？結構前の話だろ。いえ、おかげさまで怪我もなかったですし、すぐに仕事にも復帰できました。あー、ちゃんと休まなくて大丈夫？これ過剰に心配しすぎかな。まあでもその方が喜んでもらえるか、向こうが八神に好意を持ってるんだとしたら。うん、ちゃんと休まなくて大丈夫？ショックだってあるだろうし。そうだね、体のことだけじゃないもんな、精神的な。大丈夫ですよ、仕事をしていた方が気が楽ですから。そっか、でも無理はしないようにね。このアイコンの感じがすごいいい女感漂わせてて俺ちょっと苦手ですけどねこのキラッと光ったグラスをアイコンにしてる感じははい、ご心配ありがとうございます。さあ、八神とどういう感じで仲良くなっていくのか。まあ、あの人はね、サナさんの時の歌とかさ、アマネさんの時の災いとか、そういう話の軸になる部分が見えないから、逆に気になるな、どういう展開になっていくのか。また走ってたら連絡来るかな。来ないぞ、なかなか。あ、こっちから送る感じか。なかなか連絡来ねえなって思ったら、うん、送れるね、こっちからメッセージを送る。そうだ、七海さんにメールしてみるか。そっか、向こうからグイグイ来る感じじゃないか。あー、今何してる？あれから元気？あれから元気かな。その後の様子を気にしてる感じで。こんにちは、あれから元気？さあ、どうかな。はい、おかげさまですっかり元気になりました。お、こっちから連絡を送ったことによってちょっと評価が上がったね。仕事にも復帰してバリバリやってます。何の仕事してる方なんだろう、そういうのは聞いてないよね。八神さんは今何してますか？暇アピールしちゃおうぜ。あー、でもなんか暇なのまずいかな。この人暇なんだ、35歳なのにっていう感じになっちゃうじゃん。35歳って普通暇じゃねえからな、なんていうか人によるかもしんないけど。まあでも暇アピールしとくか。暇してるよ、ちょうど昼寝でもしようかと思ってたところ。バリバリ働いてるんだの方がこの人の場合はなんかいい印象持ちそうじゃない？だってグラスアイコンにしてんだぜ。優雅ですね、笑い。あー、暇すぎて死にそうなんかちょっとろくでなし感出ちゃうもん。35歳で暇すぎて死にそうなのは。ああ、暇すぎて死にそうだよ。大丈夫かな？
人によると思うけど、わかります笑い。私も暇すぎると死んじゃうかも。あー、全然評価上がんなかった。やっぱまずかったか。そう、もちろん相手によると思うけど、この人の場合はなんかバリバリ仕事してるタイプの方が好きなんじゃないの。だって酒アイコンにしてんだぜ。これどう、向こうから連絡よこしてくれるかな。二度と連絡くれないかもしんない。35歳の暇すぎて死にそうな貧乏探偵。あ、でもメッセージ来たな今。あ、よかった、送ってくれた。八神さん、もしよかったらこの前助けてもらったお礼をさせていただけませんか。うん、理想的な展開。気にしなくていいよ。まあ一旦ね、一旦こう言っとかないと。そうはいきませんよ、命の恩人ですから。しかも暇すぎて死にそうなんだからね。何か私にできることがあったら言ってください。あ、じゃあデートして。きついなー、いきなり。じゃあデートしては。これは向こうがどの程度の好意を今持ってるかによるよね。あ、ちょっとなんかあんまそんないきなりデートとかガツガツしない方がいいんじゃないの、この場合。ご飯でもおごって。うん、じゃあご飯でもおごってもらおうかな。ちょうどいい距離感。そんなことでよければ。だってまだこの人のこと何も知らないからね。何の仕事してんのかとか、年齢も知らなくない。私はいつでも大丈夫ですが、八神さんのご都合はいかがですか。大丈夫、暇すぎて死にそうだし。今からなら大丈夫だよ。いつでも大丈夫だろ。よかったです。待ち合わせ場所はどうします。劇場前広場が分かりやすいですかね。そうだね、じゃあ劇場前広場のゲーセンの前あたりで待ってるよ。みんな細かく場所が違うな。同じ劇場前広場なのに。分かりました、楽しみにしてます。で、あ、こっちも楽しみにしてるよ、してるよ。私もです。あ、まあいい感じのやり取りになったかな。そうだ、いいいい、プレゼント。そんなさ、向こうがお礼したいって言ってんのにこっちがプレゼント持ち出したら重たい感じになっちゃうだろうとか言ってて、結局一回もプレゼントの類渡したことないんだよな、ガールフレンド相手に。松岡さんには一回ぐらいプレゼント渡しとくか。でもまあまあ、でも待ち合わせすぐそこだしな、すぐ行くか。だって向こうがお礼したいって言ってんだぜ。こっちが高価なプレゼント渡すのはなんかもう違くない？怖いもん、そんなやつ。さあ松岡さん来ましたね。なんだこのアングル。あれ、八神さんいなくない？八神さん？え、八神さん？八神さん、お待たせしました。この人は誰に言ってんの？な、あ、え、なんかおかしな感じになってる気がする。七海さん、なんかおごってくれるんだって。はい、まあたまたまこうなっただけか。救ってもらった命の代わりですから。独り言言ってる人になっちゃって。劇場前広場でなんだろうとおごらせてください。あ、一人称になった。そうだ、七海さんに何かプレゼント、いいいいいい。あ、でもそっか、服。初めてのデートで服渡すの怖えよ、まだ付き合ってもないのに。付き合ってんならまだいいよ。まあ前回も天音さんに渡したけどね、着物、ジャケットスタイル。まあこれもダウンロードコンテンツの特典ですね。実は七海さんにいいもの買ってきたんだ。え、本当に。うん、これ。ありがとうございます。わ、ありがとうございます。八神さんセンスいいですね。怖いけどな、女性に服をプレゼントするなんてハードル高いのに。いや、そうだよ、高えよ。私の好みにバッチリですから。探偵としての観察力を持ってすればその程度容易なことだよ。よっ、名探偵。よかった。まあこれはもう向こうがすでに八神に一定の好意を持ってるから許されることだよな。なんか悪いですね、これからおごりますって時に。そうだよ、いや、いいんだよ。何をおごってもらうのかな。ご飯の前にどっかで遊んでいかない、気晴らしになるし。将棋やる、ね、あ、それもいいですね。どこか行きたいところある。うん、これ人によって違うんだろうな。天音さんの場合は将棋とかカジノがあって、サナさんの時はダーツ、パッティングセンター、あと何だったっけ。うん、そうだな、あ、そうだ、八神さんドローンレースって知ってます。ドローン、いや、チャンピオンだけど最近仕事で特集組んでて。仕事で特集、なんか出版社とかの人かな。ちょっと気になってるんです。ああ、ドローンなら持ってるよ。レースにも参加したことがある。本当ですか？チャンピオンだけどな。
え、そうなんですか。私ドローンレースに興味あります。一回見てみたかったんです。なるほど。他には？そういえば、確かバッティングセンターがありましたよね。そこも気になってて。あと二人で遊べるっていうとダーツとか、まあダーツ、バッセンはサナさんの時もあったけど、ドローンレースが多分この人固有のデート場所なんだな。その人にしかないデート場所がなんか全員にありそうだね。言っとくか、ドローン、天音さんの時も将棋指したけど。じゃあドローンレースに参加してみようか。やった、やった、楽しみ。まあドローンレース自体この実況で1回しか見せてなかったかもしれないけど、まあ見せてないところでチャンピオンにはなりましたね。一応ここがドローンレースの会場。じゃあ早速出場してみようかな。はい、はい、私は応援します。どんだけ早くなったか、まあ見せられるチャンスが来たな。別にカットしてもいいんだけど、まあでもなんかあんま難しいコースやってもしょうがないか、サクッと終わらせたい感もあるし、ただまあこの直線だけのとこでは少し味気ないので、このくらいにしときましょうか。ワイドウェイ、まあ簡単寄りのコースだけど。そういえばそうだったな。そうか、レースにもこの状態で出れるんだ。こっちの鳩で、よしやるか。この鳩でレースに出たことはなかったけど、あ、ちょっと待てよ、なんかロケットスタートみたいなの。あ、今成功したな。成功したわ、ロケットスタートで。いやちょっともう早すぎるな。ここだ。もうなんか左下のミニマップ見てるとわかるんだけど、早すぎて話にならんことになってる。よいしょ、飛ばすぜ。これがファイナルラップなんですけども、周回遅れにし始めてますね。他のドローンいるもん。飛ばすぜ、飛ばすぜ。ちょっと久しぶりだから下手にはなってるけど、ぶつけまくってるし、ちょっとマシンの性能が高すぎるな、他のドローンと比べて。まあ順当に勝たせてもらっちゃいましたね。ちょっと敵のレベルが低すぎるな。いやー、王者の走りだった。よし、すごい、一番ですね。早かったでしょ、むしろ引かない。逆にあんなに圧倒的だと早すぎて怖ってなるでしょ。何ドローンレースこんなにガチってんのこの人って。暇すぎて死にそうとか言ってたくせに。ははは、今日は調子が良かったみたいだ。うん、まあでもこの人固有のデート場所って感じだね。まあ、次からはダーツとかバッティングセンターでサクッと終わらせちゃってもいいな。あー楽しかったな。八神さん、八神さんどっかで座って話しましょうよ。まだご飯おごってもらってないからね。だってそれもそうだね、立ちっぱなしだし。それにおごるって約束果たさないといけませんし。そういえばそっか、じゃあどこにしようかな。初デートで2人でお酒か。ああ後ろバンタムか。ちょっとハードルが高いか。さすがにテンダーはないか。テンダーだと知り合いいる可能性あるからな。バンタムくらいがちょうどいいのかな。飲みたい気分かな。私もです。あ、実は私もなんです。めちゃくちゃ明るいけどな。すっごい昼間だけど今。お、意外と乗り気だな。じゃあそこ入ってみる。そうですね、はい、ぜひ。あんまりお腹いっぱいにはなれなそうだけどな、バンタムで。飯おごるんじゃなかったっけ。あ、写真撮っとこう。そうだ、ナナミさんせっかくだし記念に写真でもどう。あーでもなんかやっぱり美人だなこの人。うん、正統派感あるね。パッと見の印象だけで言うと一番八神とお似合い感あるなこの人。お、いいですね。おー、なんかいいな、もう分かりやすい美男美女感。あー、よし取れた、これでいいかな。じゃあ何の話聞こうか。ストーカーについて、ナナミについて、ナナミさんについてちょっと聞いとこう。ナナミさんのこともっと教えてよ。はい、いいですよ。いろいろあるね。そう、仕事も年齢も知らなかったから、年齢いきなり聞くのはちょっとあれかな。仕事からかな。まずそういえばドローンの取材言ってたけど、仕事は何してるの。仕事の話から徐々にプライベートな方に近づいてくっていうのがちょうど良さそうですね。インターネットの広告代理店。はあ、広告業、広告代理店です。ベンチャー企業なんです。へえ、ネットの広告代理店か。どんな仕事か想像つかないよ。
あはは、よく言われます。最近よくテレビとかで取り上げられるんで、ちょっと有名な会社なんですよ。へえ。おしゃれなオフィスに元一流レストランのシェフがいる社員食堂。うわー、ぽいわー。だってあのアイコンだもん。何回も言うけど、それに自由な働き方だって。狭くて汚い事務所で仕事してるか仕事してる身からしたら羨ましいよ。ななみさんの担当はどんな業務なの？はい、ブログの記事やイベントの企画をしてます。世間的には広告ディレクターっていうのかな。ほう、華やかそうな仕事だね。探偵に比べたら華やかそうなイメージがあるよ。なんかななみさんにぴったりなイメージだね。どうでしょうね。そうですか、私ってそんなイメージなんですね。ああ、綺麗で若くてバリバリ仕事もしてそう。してそう。うん、そのイメージ。そんな風に言われると照れちゃうな。そういえば、そういえば矢上さんの仕事珍しいですよね。探偵さんって実際に会うの初めてです。会ったことないわ。探偵者は結構あるんだけど、まあ普段は必要にはならないよね。変わった依頼とかあるんですか？そうだな、変態捕まえる仕事とか。そういうことはあったけど聞く？変態の話。ああ、あるにはあるよ。どんな依頼ですか？いや、変態がね。そうだな、例えば1年くらい前かな、死んだはずの猫の捜索って依頼があったんだ。ほう。死んだはずの猫？うん、交通事故で死んだはずの猫を引っ越し先近くの公園で見かけるって言うんだ。特徴的な模様の猫で間違いないって言ってね、見つけるとすぐに逃げちゃうみたいだけど。で、その猫を見つけて俺が追いかけてったら別の家の飼い猫になってることが分かった。でもさすがに違う猫なんだよな。死んだはずのって、その飼い主おばあさんは自分の家にずっといる猫だと思っていたみたいだけど、つまり、ああ、まあ死んでなかったってことか。そもそも猫は生きてた、別の家で飼われてたってことね。死んだと思ってたけど、そういうこと。死んだと思った猫は別の家の猫として暮らしてたんだ。じゃあ交通事故で死んだ猫はおばあさんの猫だったんですか？そのと、あー、そっかそっか。だけどその猫がもともとどっちの猫なのか証明する証拠がなかったんだ。だから依頼人とおばあさんの主張は真っ向から対立することになった。そりゃ大変だな。探偵としてはもう見つけてしまったらその先のことは知ったこっちゃないもんな。どうすんのそれ。それで、じゃあどうしたんですか？お手だよ。その猫はお手をする猫だったんだ。ほう、珍しい。猫がお手を。うん、そこで試しにやってみたら、これが見事なお手をした。ってことはどっちの猫だったってこと？どっちのご家庭の。こうして証明されたわけだけど、問題は自分の猫が死んでたと分かったおばあさんだ。ああ、依頼人の家にいた猫だったってことね。そっか、じゃあでもそれは残された方、かわいそうだね。うん、身寄りもないせいか猫のことを痛く可愛がっていたみたいでね。そんな、おばあさんもかわいそうです。そうだね、おばあさんにとっては不幸な結果になった。だけどそんな気持ちを汲み取ったのかな。その猫は飼い主が連れ帰ろうとしてもおばあさんの元を離れようとしなかったんだ。そうなっちゃうと今度は依頼人が困るけどな。こう、それ折り合いつくの？え、まさか、まさか猫にそんな人を思いやる気持ちが。それはわからない。だけど俺の依頼人はそう思ったみたいだ。だからその依頼人は自分の家の猫をおばあさんに預けることにしたんだ。そうなんですか？そうなんですか。俺も驚いたよ。同じ猫好き同士共感するものがあったのかもね。うわ、いい話。でも依頼人はそれでよかったんですか？話し飼いにしてた猫だから依頼人の家に遊びに来るだろうし問題ないと言ってたよ。まあ、丸く収まったならよかったけど、実際そうなったみたいでね、今では2つの家を行き来してるよ。面白い。すごいな。あー、変態よりいい話だった。変態の話するよ。すごいな、八神さんの日常ってドラマですね。いや本当にな、何よりドラマだからね。アドデックナインが、アドデックナインの話しなくてよかった。食いつきえぐいでしょ。めちゃくちゃ報道されたはずだしな、あのあと。え、あの事件八神さんが解決したんですか？食いつきえぐいでしょ。じゃあ七海さんについてもっと聞きましょう、はい、じゃあ趣味、仕事以外の休日は何をしているのかな。趣味って言えるほどのものはないですね。仕事で疲れちゃうんで帰ってすぐ寝ちゃうことが多いです。いやー、仕事バリバリの人だ。そっか、大変だね。だからあえて言うなら仕事ですかね。そのパターンの人だ。えらい。
どうしよっかな。こういう人に趣味作ったらっていうのも野暮だよね。仕事にそこまで熱上げられるっていうのは、それは否定することではないので、自分もだ。悲しいねもなんか違うからな。別に悲しいと思ってないでしょ、松岡さんは。とりあえず同調しとくか、八神かどうかは知らないけど。奇遇だね。俺も仕事が趣味みたいなもんだよ。まあでもこれも嘘じゃないか。そうなんですか。そうなんですか。うん、開業してるからってのもあるけど、土日もなしに基本仕事してるから。で、他のこと考えてる時間はないけど、仕事をしてることも苦痛じゃない。とするとこれって趣味同然じゃないかなって思う。わかります。あ、おー、すごい共感してもらえた。わかります、わかります、わかります。あえて趣味の時間を作らなくても充実してる感じがしますよね。あの、八神さん。じゃあ八神さんは仕事楽しいですか。もう楽しいでしょ、あのエンディングの様子だと。あのエンディング良かったな。怪盗さん、絶対ものにしようぜのあれ楽しいよ、絶対八神探偵にとっては。ああ、楽しいと思う。今の仕事を選んで良かったと思うよ。スーツ着なくていいしな。ああ、大事ですよね、仕事が楽しいって。まあ、死にかけたりもしたけどな、何回も。仕事ばっかりの毎日になっちゃうのが問題ですけど。ああ、もっともだ。たまには息抜きでもした方がいいかもね。裏社会で暗躍する殺し屋と一対一で殴り合ったからね。その話したらもう食いつきえぐいでしょ。年齢聞いてもいいかな、差し支えないかな。まあこんだけいろんな話したらしてもいいでしょう。ななみさんって20代？そうですね。まあそうですね。あー、でもなんかちょうどいい聞き方かもな。20代から入るの。20代後半。探偵が出てる後半気になるみたいですね、私の年齢。まあね、29です。まあまあそのくらいって感じするかな。ああ、仕事バリバリやってるいい女感のある、ああ解釈通りの人間だったな。へえ、そうなんだ、29か。いや、年相応かなとも思ったけど、まあでも若く見えるのも間違いないな。こう言っておいた方が無難かなってちょっと思ってしまうね。若く見えるね。ありがとうございます。お世辞でも嬉しいです。お世辞じゃないさ。八神さんは30代前半？ 35 歳だよ。へえ、若く見えます。お返しだ。そりゃどうも、お世辞でも嬉しいよ。お世辞じゃないですよ。じゃあストーカーについて一応聞いとくか。例のストーカー捕まったんだよね。はい。はい、八神さんのおかげで本当に助かりました。私、あの人に私ずっと悩まされてたんです。結構しつこかったんだ。そうですね。そうですね。何度も何度も交際申し込まれて、その度に断ったんですけど、全然分かってくれないんです。最近は家の前までやってきて、外でずっと待ってるんですよ。そりゃ怖いな。警察にも相談したんですけど、まだ何もしてないから対処できないって。まあそういうもんって言うよな。別に逮捕できるほどの理由もないんだもんね、警察目線でも。だからずっと怖くて、注意ぐらいしかできないんだよな、するとしても。よかったよ、厄介なやつを捕まえられて。はい、はい、八神さんは命の恩人です。一度会っただけの私のためにあそこまでしてもらえるなんて、私感激しました。見ず知らずの他人のためにそこまでしてくれる人がいるなんて。当然のことをしたまでだよ。当然のことか。八神さんってなんだかヒーローみたいですね。もうバリバリ好意あるな。その通りだけどな、ヒーローみたいは。ヒーローか。でもあのストーカーに限らず、結構男性からお誘いを受けて困ることも多いんじゃない、この人のこの感じだと。あるんじゃないの。あるにはありますけど。興味ないです。私今は恋愛に興味なくって、仕事が楽しいから。ああ、そういうアイコンしてるもんな。ああ、そうなんだ。はい、はい、今はそういうのはいいかなって、そんな気分なんです。ななみの恋愛観聞きましょう。恋愛についてはななみさんなりの考え方があるみたいだね。考えってほどのもんじゃないですよ。ただなんていうかな、テレビも世間も恋愛恋愛ってすごく押してくるじゃないですか。でも世の中恋愛ばっかじゃないと思うんですよね。まあそりゃそうだよ。それ以外にも楽しいことたくさんあると思うんです。
だったら無理に恋愛しようって決まることないと思うんです。それは本当にそうだけどね。うん、いやその通りだと思うよ。俺もそう思うよ。恋愛ってのは別になくても困るもんじゃない。あってもいいし、なくてもいいもんだからね。あ、わかります。ああ、人間に楽しみや喜びは必要だと思うけど、別に恋愛じゃなくてもいいよね。趣味でも仕事でもエネルギーを注ぎ込めるものはあるし。そうですね。お前二人彼女いるけどな、今。彼女二人と、真冬さん一人キープしてるような状態だからね、この人は。ですよね。みんな断るごとに彼氏いないのとかいないのがおかしいみたいに聞いてきますけど、別にいいじゃんって思うんです。いやそうだね、恋愛すんのが当たり前みたいな考え方のやついるよな。私は別に夢中になってるものがあるんですから。恋愛してる人に比べても私は充実してると思うんです。リア充ですよ。ああ、それだと俺が困る。うわ、いきなり口説き始めた。どうしようかな、これ。どっちにしようかな、これ言っちゃおうかな。彼女二人いんのに。八神探偵、七神さんが俺だと、それだと俺が困るな。え、八神さんが七神さんとデートができなくなる。え、うわー、こんなこと言ってうまく いくやついるんだな。もうからかわないでくださいよ。でも七神さんの言ってることはすごくわかる。今邪悪なことやってるのは八神探偵の方だからね。そうですか。ああ、俺も近い考え方だから。恋人がいないことが欠陥状態みたいに思われる風潮はちょっと鬱陶しいよね。なんだか感激です。私と同じ考え方の人と出会えたなんて。いや別にその考え方の人も結構いるけどな。そう、はいはい、やっぱり八神さんとはフィーリングが合いますね。その考え方の人はただ別に人に口出さないから、いることに気づかないだけだよ。とはいうもののデートの最中の話題としてはいかがなものかと思うね。デートって認識向こうが持ってるか知らんけどな。お前だけかもしれないけどな、デートだと思ってんの。じゃあ切り上げましょうか。そろそろ出ようか。はい、それもそうですね。時間あっという間に経っちゃいましたね。え、そういうことに口出してくるやつの方が目立つから多く感じるだけだよ。八神さん、八神さん、今日はありがとうございました。いや、こちらこそ、付き合ってくれてありがとう。あの、今日は楽しんでもらえましたか。まあ、ゲージマックスまで行ったから、とりあえず。うん。まあ、そのまま次にまた発展しそうだね。楽しんでもらえましたか。もちろん楽しかったよ。ふふ、だったらよかった。ん、あれ、もしかして、ん、ナナミ、何、おや、ええ、友達かな。やっぱりそうだ、ナナミじゃない。久しぶり、ゆっこ。ゆっこだよね。そうそう、久しぶり。大学卒業して以来だよね。大学卒業して以来か、結構久しぶりだな。29歳だもんね。うん、ゆっこはなんでカムロ町に。この辺に会社があるの。ナナミさん、この人は、あ、この人はゆっこと言って中学校からの友達なんです。あ、それはなかなかの付き合い。へえ、ゆっこ、前に会ったのは確か、この人の存在が何か、 んゆっこ、あ、イケメン。そっちのパターンか。イケメン、ええ、イケメン、イケメン、すごいイケメン。イケメンじゃない、どうしたのよこの人。イケメンじゃない、どうしたのよ。イケメンじゃん。ちょっとゆっこ、あ、彼氏なのね。彼氏なんでしょ。こんなイケメンの彼氏作ったの。すごいイケメンじゃない。どうしたの、ナナミ。イケメンじゃない。彼氏って何言ってんのよ、いきなり。ナナミ、あんたやっと前に踏み出すことにした。あー、まさにさっき言ってたようなタイプか。もう、ねえ、恋愛してないやつはどこかおかしいやつみたいな、そういう考えの持ち主。あんたやっと前に踏み出すことにしたのね。前に、いや、八神さん違うんです。いや、そういうのはね、自然な流れでなるものだから。で、八神さん違うんです。ゆっこは混乱してて、混乱してて。あのね、ゆっこ、八神さんは
わかってるわよ、お邪魔虫は。お邪魔虫は退散するわ。それと同じ年なんだよね、この人。は？イケメンさん、ナナミを大切にしてよね。浮気したら許さないからね。は、はあ。すっごいなんか無駄に世話焼いてくるおばちゃんみたいな感じだけど。この人も29歳なんだよね。それじゃあ、ゆっこ。いやーでもゆっこのなんかね、案外ああいう人間の存在がきっかけになったりもするからね。なんかすごい子だね。いいきっかけをもたらすこともあるんじゃない、ああいう人間が。ごめんなさい、ああいう子なんです。久々に再会したんですけど、あの子昔から全然変わってないです。昔からイケメンイケメン言ってんの。ゆっこは、え、なにこれ、回想とか入る。あー、びっくりした。ゆっことの回想シーン入るのかと思った、今の暗転の仕方。中学時代の思い出。八神さん、今日はありがとうございました。楽しんでもらえたようで。私も楽しかったですし。そう、はい、はい、八神さんのお話とても面白かったです。うん、これで次の段階ですね、親密度。それならよかったよ。うん、お、メッセージ。いちいちここ来ると陽介に見られちゃうな。松岡さん、八神さん、今日はすみません、友達が変な勘違いしちゃって。うん、嬉しい勘違いだけどね。嬉しかったよ、七海さんの彼氏として間違えられるなんて、間違えられるなんて光栄だから。さあ、わかりやすい口説き文句、そんな風に褒めたって何も出てきませんよ。ゆっこには勘違いだって私から伝えておきますね。別にいいけどね、訂正しなくても。ああ、よろしく。それと今日はありがとう。ああ、おごってもらったんだもんな、お礼に。いえ、お礼ですから。これで私もようやく気持ちがすっきりしました。わあ、どっちもまた誘ってる。また遊ぼうにとどめといた方がいいんじゃないの。まあ、どっちにしてもうまくはいくんだろうけど、八神探偵だから。お礼のためとは言わず、また遊ぼうよ。そう、お礼っていうのがなくなっちゃうと、もう次に会う口実がなくなっちゃうもんな。はい、時間があるときによろしくお願いします。お、了承は得られた。わあ、ちゃんと上がるね。また、あれ、遅れる、メッセージ。そうだ、ナナミさんにメールしてみるか。早くない？ちょっと早くねえか。まあ、しましょう。よし、出してみよう。なんて言うと、元気。早すぎるだろ。またお願いしますの後にし、送るには。まあ、最近どうしてる？これかな？まあ、何日か。立った後っていう体なのかな。毎日忙しいです。ああ、仕事が恋人なんだな。うん、でもおかげさまで元気にやってます。変わってなさそうですね。八神さんはどうですか、お忙しいですか。ぼちぼちかな、暇って言えば暇だよ。そうなんですね。どうしよう、デートに誘ってみるか。いやー、また暇なやつだと思われちゃうよ。まあ、暇って言ったけど今誘う。時間あるならまた遊びにでも行かない。でも仕事バリバリなんでしょう、この人。大丈夫かな、捕まるかな。あー、ごめんなさい、今ちょうど大きなプロジェクトの締め切りが近くて。お前みたいに暇じゃねえんだよって言われちゃったね。そう、残念。ほんとごめんなさい。またこっちから連絡しますね。あー、まあでもこう言ってくれんのは、うん、八神だからだな。ああ、相手が平凡な男だったら、そう、残念のところでもう終わってますよ、話。メッセージ。断られちまったか。仕方ないとはいえちょっとへこむな。また後でメッセージ送ってみるか。お、なんかこっちから送る機会が多いね。今まではもうね、天音さんもサナさんも向こうから送ってくれたけど、そうだ、ナナミさんにメールしてみるか。ちょっとなんかこっちからが多いな。七海さんがいい女である感が強調される気がするね。よし、出してみよう。七海さん、八神です。しつけーってなんない。早すぎるだろ、タイミングが。八神です、こんにちは、どうしたんですか。
なんとなく相変わらず忙しい。いや、なんかあんま毎回同じこと聞くのもな。いや、なんとなくってのもな、暇なやつだと思われちゃうよね。難しい。こっちにしとくか。最近は相変わらず忙しい。こないだはなんかね、大事なプロジェクトの締め切りとか言ってたけど、忙しいといえばそうですけど、前ほどではありません。ちゃんと休めてます。七海さんは割と今なら時間あるのかな。いや、ちょっとグイグイ行き過ぎだろこいつ。二人彼女いいんだぞ。二人彼女いる上に真冬さんキープしてんだぞ。まあ誘うしかないようなもんだけど。うん、時間あるならまた遊びにでも行かない？いいですね。お、食いついた。やった。さあ、ん、八神さん、こないだ会ったゆっこって覚えてます？ああ、友達の子だっけ。その子がどうしたの？あ、そっか、あの人は彼氏じゃないってことをゆっこに教えたから、じゃああのイケメン紹介してよみたいなことになったと見た。八神さんのことイケメンって騒いでましたけど、八神さんに興味があるみたいで。やっぱり。よかったら3人で会いませんか？まあ3人でならいいか。がっかりがひどい。え、2人じゃないのか。2人で習って言いたいとこだけどな。これ難しい。なんか七海さんに対する選択肢難しい、今までの人たちと比べて。まあここは心よくぜひって言っといた方がいいんじゃないの。え、どうなんだ、八神探偵なら許されるか、このぐらい強く言っても。行くか、七海さんと。なんかでもやだなこれ。七海さんと2人でなら行くけど、俺この男嫌いだもん。この立ち振る舞い。完全な顔面強者の振る舞いしてる。それじゃ意味がないじゃないですか。3人で会いましょう。あー、そうなっちゃった。そうなっちゃうよね。分かった、そうしようか。いくらなんでもか、きっとゆっこ喜びます。ゆっことアポ取れたらまた連絡しますね。うん、友達3人で会いましょうか。遠回しにお断りされてるっていう印象もあるよね、このやりとりだと。嬉しいようなへこむような複雑な気分だな。難しいとこだな。まあじゃあこれは連絡待ちかな。はい、や、もう来た。今来たぞ。八神さん、ゆっこと約束できました。ゆっこはいつでも行けるそうです。八神さんのご都合いかがですか？いいよ、いつでもいいさ。待ち合わせはこの前と同じでいい？あの場所だね、ゲーセン前の。うん、ゲームセンターの前あたりですよね。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。あぶねえ、チンピラいる。でもそっか、ここだとドローン飛ばせねえか。あいつらが通り過ぎた後にドローン飛ばして、はい、消えました、消えました。いやー、でもゆっこにグイグイ来られちゃうのか。それはそれで珍しい八神探偵の姿が見れるかもしんないね。八神さん、八神さん、八神さん、ふふ、八神さん。やあ、お二人さん、改めて紹介しますね。この子はゆっここと利根川ゆき子。利根川さんか。都内で OL やってます。彼氏募集中の29歳です。で、このイケメンさんが八神さん。まあイケメンさんとは認めてるんだな、七海さんも。神室町で探偵業をやってるそうです。どうも、八神孝之です。35歳です。な、何か、お気に召さなかった？35歳かっこいいです。かっこいいですね。ありがとう八神さん。八神さん、ゆっこ今彼氏いないんで。はアシストされちゃってる。八神探偵は七海さん狙いなのに。それとこの子、痩せると可愛いの。いや、それたらればたらればは知らねえよ。好きな人ができると猛ダイエットするし。それはもういつもしとけよと言いたくなるな、正直。ははあ、好きな人できてからじゃなくて。イケメン。このセリフおもろすぎる。イケメン。さて、どっか遊びに行こうか。そうですね、どこかご希望は？
みんなで一緒に楽しく遊べる、あ、楽しくは書いてないか、一緒に遊べるところがいいです。うーん、3人で遊べるところか、なんかあったかな。ダーツはどうです、みんなダーツ好きだな。3人で競い合いますし、ダーツか、いいね、そこにしよう。好きだけどね、俺も。ゆっこさんはダーツはやったことある、またバンタムじゃないか。初めてです、教えてほしいです。ゆっこ、よかったね、イケメンのコーチができて。うん、ななみありがとうね。いや、ななみさんがこうアシスト体制なのがちょっともうなんかあれだな、八神探偵的には乗らないよな。じゃあ基本から教えるよ。これは乗らねえぜ。どう、わかった？うん、バッチリよ。イケメンは教え方もうまいんですね。はは、いやもう八神探偵がゆっこに対して完全に乗ってないのがもう悲しいな。悲しい。ダメなの、ゆっこじゃ。誰でもいいんじゃないの。二人彼女いるんだから。あは、そうかな。じゃあ早速やってみよう。じゃあ一番いいダーツ使って、あ、もうじゃあこれ無慈悲にボコボコにしちゃっていいってことだよね。まあ、ちんたらやってもしょうがないか、いつものもう301で終わらせちゃおう。いろんなゲームあるんだけど、サクッと終わらせちゃいましょう。よろしく。すげえ、でもちゃんとゆっこのボイスが用意されてる。よいしょ。おっと、真ん中入っちゃった、まぐれかな。今日はついてるな。また開いちゃった、今日はついてるぜ。やばい、ちょっとこれかっこよすぎるだろ。さあ、ゆっこの腕前を見せてもらおうか。よっしゃ、よし。ああ、いや、高得点出してる。よっしゃ。いや、初心者感ある。よし、リアル。よし、まあいつものパーフェクトゲームですけども。負けちゃったわ。ですけどもね、ななみさんとやりたかったな。八神さんの勝ちね。ああ、でもちゃんとななみさんの評価も上がってる。ごめん、手加減したつもりだったんだけど、嘘つくな。それはもう嘘だろ。大嘘やめろよ。すごい、ダーツもうまいんですね、イケメン。でしょ、八神さんすごい人なんだから。うん、かっこいい。さあ、どうなるのかな、この二人との関係は。たっぷり遊んだことだし、座って話そうか。そうですね。八神探偵も海藤さんとか連れてくりゃよかったのに。女性二人なんだから。そうですね。つくも氏とか、つくも氏呼ぼうよ。はい、話しましょう。こっちも友達呼ぼうよ。陽介でもいいぞ。あははは、なんだかお見合いみたいね。じゃあ私はナコードね。ゆっこファイト、アシスト体制。ふふ、私頑張っちゃう。これ居心地悪いだろうな、八神探偵。ナナミさんは完全に外野気分なのかな。もうここまで来たら二人彼女いるって言えよ、もう。二人彼女いるって明かしたらもうこのこの場はお開きだよ。完全に。さて、何を話そうか。二人との会話なんだな。じゃあ、でもこれ珍しいパターンだね。面白い。ゆっこのこと聞こうよ。ゆっこさんは仕事は何してるの？文房具を作る会社の事務やってます。ほう、へえ、文房具ね。八神さん、文房具は好き？好きとか嫌いとかあんまないけどね。文房具に対してどんな文房具が好きですか？文房具か、なんだろう。ゆっこ、小学生みたいな質問はやめなよ。文房具使う？八神さん、まあ書類作ったりとかはあるか。あはは、それもそうね。私文房具には目がないから。でも書類作りもパソコンだしな。あー、でも文房具もいいけど、本業は趣味でやってる舞台です。え、あー、なんかそんな面白い話持ってんの？舞台？それ聞かせてよ。ゆっこは大学の頃から舞台役者をやってるんですよ。へえ、役者を。ななみ全然見に来てくれないんです。いやー、この年まで続けられる趣味、素敵なことだけどね。だって忙しいんだもん。そんなことばっか言って本当は興味ないくせに。そんなことないよ。
ところでゆっこさんってナナミさんの昔からの友達なんだよね。はい。はい、中学からの大親友です。出会った初日に大親友になったんです。へえ、何か感じるものがあったのかな。出会った初日に大親友はねえだろ。それは嘘だろ。なんかナナミを見ててビビビってきたんです。そういうことってありません？ああ、俺もナナミさんに感じたけどねって、これもうこの場で言い出したらすげえやべえ雰囲気になっちゃうんじゃないの。これどっちかしか選べないの。これどっち選んでもやべえ雰囲気になるって。でもなあ、ここはもう八神探偵には本当のこと言ってもらおうかな。やべえ空気になるかもしんないけど、最近あったよ、ナナミ。あ、怖っ、怖、もう何これ。ナナミさんを見た時にね。え、私？うん、まさに電気が走った感じ。静電気じゃないですか。え、ああ、それか、それかい、どうりビリビリ来るわけだ。あはは、ヤガミさん面白い。なんじゃこれ。この時期静電気たまりますよね。でもナナミ、ヤガミさん見た時ビビってきたんでしょ。え、なに？だってナナミ言ってたじゃない、すごい人に出会ったって。ちょ、その話はどういうこと？多分二人が最初に出会った後のことかな。頼りがいがあって尊敬できるすごい人に出会ったってナナミから聞いてたんです。それは光栄だな。もうゆっこ口が軽いんだから。でも嬉しいよ。いや、八神さんが私を助けてくれたからです。尊敬できるのは確かですけど、最初のデートの後も生き方とか考え方がかっこいいってメールで言ってたもんね。好きじゃん。これもうどっちがアシストしてんのかわかんねえな。これなん、どういう状態これ。ちょっとやめてったら、ゆっこは意外とそのつもりだった説あるな。ああ、だから私デートしてる姿を見た時、二人は使い始めたんだなって思っちゃったの。もうゆっこったら豪快で突っ走るところ昔から変わんないんだから。でもナナミが男の人を評価するなんて珍しいね。あんた男が嫌いだから。そうなんだ。別にそういうわけじゃ。でも八神さんは違うみたい。すごいよね八神さん。八神さん、ゆっこの言うことはあまり真に受けちゃダメですよ。ゆっこさんはナナミさんと昔から知り合いだったな。彼女について詳しいかもしれない。お、ナナミについて。ゆっこさん、ななみさんってゆっこさんから見てどんな人かな。女から見るとかっこいくて可愛い女です。おしゃれだし、頭もいいし、仕事もめちゃくちゃできるし。へえ、そうなんだ。まあイメージ通りだけどね。そんなことないですよ。昔からななみは綺麗でした。成績だってすごく良かったし。あの、八神さん、八神さん興味あるんですか。そんなことに。あるあるあるよ、めちゃくちゃあるよ、すごくあるわ。ああ、もちろんすごく興味あるよ。すごくですか。うわー、ガッター。まだ出会って間もないからもっと知りたいと思うよ。ナナミさんは？え、私ですか。私はナナミは八神さんに興味津々よ。なんかこの人そのつもりの可能性結構あるな。あ、自分が興味あると思わせて、実はすごくなんだろう、七海さんが本当は八神に興味があることを見抜いてるという、そのパターンあるな。ゆっこ、七海の気持ちなら私が一番わかるんだから。七海さん、俺に興味あるの？八神さんは面白い人だなって思ってます。そう思ってもらってるなら嬉しいよ。じゃあ好みのタイプを聞かせてもらおうか、二人とも。あ、そうだ、こういう場だから聞くけど。こういう場だからってなんだよ。どういう場だと捉えてんだよ。お二人の好みのタイプってどんな人？私もですか。当たり前だ、二人ともだ。うん、気になるから。ナナミの好みのタイプは多分八神さん。ゆっこのアシストがえぐいもん。すごい剛速球投げてくる、ずっと。好みのタイプは多分八神さんみたいな人よ。え？だってナナミ尊敬できる人がいいんでしょ。え、いいの？暇すぎて死にそうになってたりするけど。はあ？ちょっとなんで私の話になるのよ。二人の話をしてんだから。
だって私のタイプは聞くまでもないでしょ。何イケメンイケメンうん、イケメン。それでいいのか。七海さんは尊敬できる人が好きなの。イケメンの友達いるよ、八神探偵。紹介する？杉浦とか。そりゃそうですね、尊敬できる人って身近にはなかなかいないから。あ、そうなの？尊敬できる人そんなにいないもん。そうかな。そうかな。俺は結構いると思うけど、まあ八神にとってはそうかもしんないね。そう、源田先生だってそうだし、海藤さんだってそうでしょう。俺は結構いると思うけど。そうなんですか。つくも氏とかもそうかもしれない。そうなんですか。うん、完璧な人間を求めなければ尊敬できる部分を持った人はいるもんだよ。んなるほど、そういう考え方もありますね。八神さん、八神さん、七海はね、美しさに惹かれて近づくと火傷する危険な女よ。危険は？な、何よそれ。七海こんな見た目だからすごくモテるんです。でしょうね。でも男を見る目はすごく厳しいの。それもそうでしょうね。もうもう全部解釈通りですけど、その辺。自分が頭良くて何でもできちゃうから普通の男がバカに見えるのよ。あー、なるほど。やめてよ、そんなことないから。いやー、そういう人結構いるかもしれない。でも寄ってくる男を片っ端から振ってたよね、高校の時も大学の時も。まあこれはちょっと偏見もあるけど、うん、賢い女性はそうなんじゃないかなというイメージはあるね。高校の時も大学の時も社会に出てから余計に。大学4年の時だってあんなイケメンを振ってもったいないわよ。だって興味ないんだから仕方ないよ。あー、昔の彼氏は、そんなこと聞いちゃっていいのかな。恋愛自体に興味ない。まあそれはもうそう言ってたしな。ちょっと突っ込んだこと聞かせてもらっちゃおうか。でもずっとそうだったわけじゃないんでしょ。それはそうですけど、前の彼氏はどんな人？どうでしょうね。ああ、そうですね。忘れちゃいました。なんか今ちょっと一個首振らなかった？昔の彼氏の話したとき。なんか知ってんな？そっか。八神さん！八神さん、それ触れちゃいけない話題。あら、そう。え、そうなの？あはは、違います。なんかとんでもない DV 男だったりとか、そういうのある？どうだろうな。ゆっこは適当に言ってるだけですから。そっか。ああ、まあいずれは聞かせてくれるだろうけど、今は聞けないか。さて、そろそろ出ようか。そうですね。そうですね。うん、でもなんか3人で楽しく話したな。八神さん、なんかゆっこのいいやつ感が増したな。明らかに七海さんに対するパスを出してるもの。八神さん、ゆっこと、いやでもなんか七海さんもそのつもりなんだよな。お互いになんかそのつもりになっちゃってない？うん、ゆっこと連絡先交換してあげてくださいよ。まあゆっこがどう思ってるかまだ断言はできないけど。ああ、それもそうか。お、ねえ、ねえ、七海、ん？何？七海は嫌じゃないの？ああ、いや、ゆっこは分かってます。ゆっこは分かってる女です。七海は、なんかこうなるとむしろゆっこがいい女に見えてくるな。最初はもうイケメンイケメンで食いつかれたからやべえやつかとちょっと思っちゃったけど、こうなってくるとゆっこゆっこがいい女に見えてくるぜ。七海は嫌じゃないの？私と八神さんが仲良くなっちゃっても。え？え？どうして？まあいいならいいんだけど、この感じちょっとゆっこいい女感ある。じゃあ八神さん、交換しよっか。ああ、さりげなくヒントを出すにとどめてるこの感じ、なんかすげえいいな。ゆっこ、今日は楽しかった？私は楽しかったよ。でも七海は何か楽しめてなかったでしょ？え、そうなの？おお、なんだ、初めて見るエフェクトだな。そんなことないですよ、ちょっと疲れちゃっただけで。そっか。尊敬する八神さんが一緒だったから緊張したんでしょ？はあ、もう違うって。でもこれゆっこから連絡が来たりとかすんじゃないの今後は。それじゃ今日はありがとう。
こちらこそありがとうございました。また連絡くださいね。なんかゆっこ可愛く見えてくるぞこれこれ、あ、ゆっこから来てるイケメン大好き。そしてアイコンは肉。最高だなゆっこいやー、ゆっこの方が親しみやすさちょっとある感ある。で、ななみさん、あー、前回のデート反応がいまいちだったからな、こっちからメッセージを出しておくか。ななみさん、今日はありがとう。おかげで楽しい一日を過ごせたよ。それゆっこにも送っとけよ。こちらこそ、また誘ってください。もちろん。じゃあまた連絡する。あー、でも話終わっちゃうぞ。はい。あ、こんなんで親密と3になった。うん、ドローンが欲しいか。じゃあこれはまた待ちかな。来た待つまでもなかった。あ、ななみさんからか。八神さん、今日はゆっこと会ってもらってありがとうございました。ゆっこも喜んでました。ななみさんは楽しかった？はい、私も楽しかったです。うわぁ、ちょっとこれもうなんかもうこれなんか悪い気してきちゃうな。この攻め方やり続けんの今のところ手応えないからね。この方向性で行って次は二人で会おうって、今のところこれやってうまくいってる感ないから、まあ無難に言っとくか。また会おうよ。三人でって言ってくんじゃないの。ああ、ほら、はい、ゆっこにも言っておきます。分かってねえな、ななみさんは。やっぱりゆっこさんもついてくるのか失礼、それは失礼よ。八神探偵、おお、来た早いな、なんかテンポ早いな。あ、来た来た来た、ゆっこから来たぞ。八神さん、今日はありがとうございました。ゆっこさんのおかげで盛り上がったよ、ありがとう。ゆっこさんにもてめえから言えよ。七海さんには言っといて、自分から送っといて。いえいえ、八神さんが面白いからです。八神さん、あー、やっぱりゆっこー。八神さん、私思うんですけど、七海、八神さんのこと気になってると思いますよ。アシストしてきた。そんなことデートでも言ってたね。なんで？私とナナミが二人で話してるとよく八神さんの話題が上がるんです。気になってなきゃそんなに話題にならないですよ。それは間違いない。それにこの前のデートの時の様子とか、なんとなくですけどピーンときたんです。女の勘ってやつ。ああ、実際に会ってみて確信したんだね。そうだね、ゆっことは、ゆっことちゃんと話すのはさっきが初めてだったから。でも恋愛に興味ないって言ってたよ。それも別に嘘ではないんだろうけど、そんなのは恋で傷つかないための言い訳ですよ言い訳ですよ。あの子はああ見えて臆病なんですから。そうなのかな。いや、これはゆっこが正しそうだな。そうですよ、だからナナミからは踏み出せないんです。ナナミのことデートに誘ってあげてくださいよ。きっと八神さんならナナミを心を許してくれるはずって。でもゆっこはこう言うけどさ、八神からナナミさんを誘ったら誘ったであっちは3人でって言ってくるわけじゃん。わかりました、じゃあ3人で行きましょうってなるでしょあの人。そうかな、これはややこしいぞ。そうですよ、絶対乗ってくれますって。そうかな八神の弱気感がひどい。まあ今んとこ手応えないからね。情けない感じになってる今んとこ。私には分かるんです。凍りついたナナミのハートを溶かしてください。八神さんの燃えたぎるような愛全処する、全処させていただく。あー、でも八神さんかっこいいし私も好きよ。ナナミに振られたらデートしてくださいね、ゆっこー。ははは、ぜひ。あ、ナナミさんにメッセージ送れるようになってる。ゆっ子が良くなってきてるけどなちょっとナナミさんの手応えがなさすぎるのもあって、まあでもゆっ子を信じて押してみるか。よし、ナナミさんにメッセージ出してみよう。こんにちは、元気？こんにちは、どうしたんですか？
どうしよう、デートに誘ってみるか。誘うだろう。時間あるならまた遊びにでも行かない。今度は二人でだってよ。三人でって言ってこないかな。七海さん大丈夫かなこれ。あ、ごめんなさい、今ちょっと都合が悪いんです。そう、残念。あ、でも七海さんは手強いな。すいません、予定が立て込んでて。予定ってデート、いや気持ち悪い。これ聞くやつ気持ち悪い。なら仕方ないね。急に誘って悪かったね。うん、もうこう言うしかないね。あ、これがまあ比較的紳士的な対応かな。いえ、こちらこそご期待に添えずすみません。本当に都合が悪いのかもしれないけど、ちょっとへこむな。まあこれだけではわからないね。え、でもまた遅れるようになってるよ。いや、もうすげえしつこい男になってない。ゆっこ、ゆっこアドバイスくれ、ゆっこ。くそ、送るしかないのか。いや、こいつ折れねえな。よし、七海さんにメッセージ出してみよう。こんにちは。またこんにちは入りですよ。どうしたんですか。なんか一番手強いね。サナさんとかアマネさんはもう完全に八神に好意があった感あったけど、特にサナさんは。よし、今日こそデートに誘うぞ。八神の方から追いかける恋愛初めてだな。ランチかディナー行かない、遊びに行かない。あー、まあやっぱ食事の方が誘いやすくはあるかな。うん、ランチかディナー行かない、どっちがいい。2択を出してどっちがいいと相手に委ねることでランチ、あー答えやすくしてる。うわー、嫌なテクニック。いや、そのつもりがあったかは分かんないけど、八神探偵に。なんかでもなんかそういう感じしない、この聞き方ね。ご飯一緒に行かないっていう誘い方じゃなくて、一緒に行くことはもうさりげなく前提にしてるもんね。一緒に飯行くのは当然として、ランチかディナーどっちがいいって向こうに委ねてる感じ。うわー、これ嫌なテクニックですよ。 おやった。飯行くのはもう当然のように言ってるもん。でも今ちょっと予定がわからなくて。でも本当に忙しいんじゃない。うわー、でも断られちまった。また今度連絡しますね。あ、わかったよ、後で連絡する。これよく言ってるけど、本当に向こうから連絡来たことあんまりないもんね。七海さんから本当に連絡してくれればいいけど。それまで連絡するなって意味じゃないよな。考え込んでますね、八神探偵が。サナさんとアマネさんにはもう連絡しないくせに。いや、まあそれは俺のさじ加減というか、遅れるんだけど。これは待ってたらゆっこから連絡くんじゃないの。これはちょっと連絡待ち状態ですね。これ以上七海さんにこっちから連絡すんのはしつこい感じ出ちゃうもんな。いや、もう出てると思うんだけど、すでに俺の中では。となるとちょっとゆっこ助けてくれ、ゆっこ。あ、でも連絡来ないな。こっちからできるようになってたり。うわ、またする。また送んの。よし、そろそろ頃合いから折れねえな、この人。七海さんにメッセージ出してみよう。こんにちは。もうこんにちはマシーンと化してんじゃん。大丈夫かこれ。こんにちは。最近忙しい？このその後予定はどうってなんかせかしちゃってる感じよりはこっちの方がまだマシかな。最近忙しい？どう？そうですね、相変わらずです。じゃあ遊びに行くのは難しい？もう八神探偵の方からこんなに。うわー、これ珍しいパターン、珍しいパターンだ。天音さんとサナさんの時はこんなことなかった。はい、ごめんなさい。全然ダメだ。ゆっこさんはあんなこと言ってたけど、やっぱ俺なんかに興味ないんじゃ。もう卑屈になってるもん、俺なんかになっちゃってるもん。こんなに顔面強いのに。困ったもんだな、どうしよう。自己肯定感が低くなってるもん。まだ送れんじゃん。でも送んの。七海さんにメッセージは出してみるか。いや、やめておこう。あまりしつこくすると警戒されしまうかもしれない。もうすでにしつこいけどね。いやー、でもなんか七海さん勘違いしててね。え
やっぱりナナミさんはユッコとヤガミをくっつけたいみたいに思ってる可能性ない？何か別の方法で気持ちを確かめられないかな。そこでユッコでしょう。違うの？あ、遅れるわ。ユッコにメッセージ遅れる。ナナミさんを直接誘っても断られちまう。ユッコさんに相談してみるか。頼ろう。よし、ユッコさんなら相談に乗ってくれるかも。こんにちは、ナナミさんのことで相談があるんだけど。私でよければ相談乗りますよ。早いぜ返信が。あれからナナミさんのこと何度もデートに誘ってるんだけど断られちゃっててさ。あれ、そうなんですか。おかしいな、あしらわれちゃってる感じ。さあどう、私の勘だとナナミも勘かよ、勘あるけど。いやでもユッコの勘正しいはず。ナナミも八神さんに興味あるはずだけど。そうかな、それならお誘いに乗ってくれると思うけど。一つ聞いていいですか。なんかユッコから強者のオーラを感じる。一つ聞いていいですか。何？八神さんはナナミのことどう思ってるんですか。気になってるから誘ってるんですよね。そりゃそうよ、二人彼女いるけどね。好きってことですか。うわ、強者ゆっこ、まあそうかな。まあそうかなじゃねえ、はっきり言えやクソが。わかりました、これから会えませんか。さっきの相談の件で話したいことがあるんです。大丈夫、じゃあ太平通り西のベッテキッチンで待ってます。ゆっこさんと二人で相談か。ななみさんのここだな。よし、ゆっこしか頼れねえ。今は行こう。あれ、この人ゆっこと同じアイコン使ってない。同じアイコン使ってるフリー素材なのかな。